鳥、浜留は、鹿児島県の食堂経営者。川辺軍治乱町で、留屋食堂を営み、多くの特攻隊員の面倒を見たことから、特攻の母と呼ばれた。鳥、浜留の家族1902年、川辺群西南方村防火浜に生まれた。18歳で、休暇出身の鳥、浜義武と結婚する。1929年に留が27歳の時に、 富谷食堂を開業。1942年には、チラン町に陸軍チラン飛行場が完成したのに伴い、富谷食堂は陸軍指定の食堂となった。以後、多くの飛行隊員が止めのもとを訪れた。1945年、特攻作戦が始まると、止めもチランから出撃する特攻機の見送りを続け、隊員が、 憲兵の検閲を避けるために止めに託した手紙を代理で投函したほか、個々の隊員の出撃の様子を自ら綴った手紙を全国の家族のもとへと送り続けた。第二次世界大戦終戦後、止めは警察署長から新中軍の富屋食堂への出入りを懇願されるが、止めはそれを誇示した。しかし、町が主催する新中軍の歓迎会が止め屋食堂で開かれたことをきっかけに、 米軍兵士が、止めや食堂に出入りするようになり、生来の面倒見の良さから、止めは、米軍兵士からも、ママさんと親しまれた。終戦後のチラン飛行場は、戦後に進駐してきたアメリカ海兵隊に破壊されて、跡形もなくなっており、止めが、独自で、跡地に、木切れの慰霊碑を建てて、聖火や先行を絶やさずに教師慰霊を、続けているだけという状態になっていた。 1952年、基地跡を訪れる遺族のために、富めや食堂に隣接する旅館を改装し、富めや旅館を開業。また、富は、観音堂混流に向けて、知覧庁役場に協力を要請するなど、積極的に行動していたが、観音堂混流の動きは、戦後間もなくの半軍半戦の風潮の中で、平和運動団体などから、戦争賛美と批判されるなど大変な苦労があった。 トメラ関係者は、その都度、戦争犠牲者慰霊のための観音堂が、なぜ悪いかと、はっきり反論している。やがて、トメラの要請を受けて、チラン町も、公費の一部を負担することとなり、陸軍航空隊チラン飛行場跡地に、特攻隊員の精神の検証と、世界平和の記念を目的に1955年9月28日に、特攻平和観音堂が建立され、 観音像は、知覧特攻平和観音像と命名され、観音堂に収められた。特攻平和観音堂は、特攻隊員の慰霊施設を永年にわたって望んで、北とめや、知覧町立高等女学校の女学生で、特攻隊員の世話をした、なでしこ隊の元女学生ら知覧町民を喜ばせた。その観音堂参りがその後の留めのライフワークとなった。後に隣接して、 知らん特攻平和会館などが観音堂の周辺に建設された。その後、止めは作家高木敏郎の著作に取り上げられたことで知名度が全国区となった。さらに1972年に歌謡曲岩壁の母を双葉ゆり子がカバーしたことによって起こったリバイバルブームで岩壁の母のモデルんの伊勢のように15の母の物語が注目されるようになり、 自分の息子のように特攻隊員と優しく接した、止めも15の母の一人として、クローズアップされて、特攻おばさんから特攻の母と呼ばれるようになって、さらに知名度が向上していき、全国放送のテレビ番組にも出演して、鳥、浜をモデルにした歌謡曲、基地の母も発売されて、止めと特攻基地散らんの名前は全国に知れ渡った。 1992年4月22日死去、去年89。止めの死後、2001年に、かつての食堂が、ホタル館富屋食堂として復元され、留野と特攻隊員の資料館となっている。留野の次女、赤羽玲子と孫の鳥、浜明久が共同で館長を務めていたが、赤羽氏が亡くなった現在は鳥、浜氏一人が務めている。 ABC 棒の頭頂強度しか、P605、ホタルカイルより、福岡検証、敵を抱き止めた、母性、一米兵と笑う特攻の母、佐藤 P、P254、福マン山口2015、P37、佐藤 P、P255、福マン山口2015、P38、高木敏郎、ジラン電子版 P、P3847、福マン山口2015、 P117, ありがとうございます。